ヤルカンド県は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区カシュガル地区に位置する県、サシャ県とも言う。ヤルカンドは、新疆西南部、コンロン三味北緑、パミール高原南面のヤルカンド川、中石平野に位置する。南は、ポスカム県、カルギリク県、西は、イエムギサール県とアクト県、東は、マルキト県、西北は、ヨプルガ県、ソロク県、西南は、 ハシュクルガンタ軸自治県と接する。平均海抜1231.2メートル。山地が39.18%。平原が60.82%を占め、高地面積126万世である。暖温帯大陸性気候に属する。四季は分明で、気候は乾燥しており、日照時間は長い。年平均気温は、摂氏12.3度。 年平均降水量56.6ミリ。ヤルカンドは2000年余りの歴史を有し、かつて、サシャ国、巨サ国、ヤルカンド半国を形成した。1943年から1956年にかけて、サシャ戦書所在地となり、1956年以降は、カシュガル畜業所に所属している。五街道、十四鎮、十四教、一民族教を、 管轄、2003年の全県生産総額は12.61億元であった。内工業創生産額は2.57億元。農業創生産額は15億元。農民の一人当たり準収入は1549元。農業は、綿花や、小麦、とうもろこしの栽培を、おもとし、ハミうリ、ザクロ、ブドウ、アンズも産する。工業は、綿棒石。 電力、建材、野錬、食料加工などが主な業種である。道路は、タクラマカン砂漠南端の G315 国道が通っている。鉄道は、中国鉄道の格和線途中のヤルカンド駅がある。空路は、約200キロ北西のカシュガル空港を利用できる。ありがとうございます。